ラレドは、スペインカンタブリア州のムニシピオ。ラレドの語源は、不明瞭で、諸説が存在する。最も知られているのは、砂地、または、岩がちな土地を意味する、ラテン語のグレトムから派生したというものである。ラテン語でカモメを意味する、ラリダから派生したという説も提案されている。一方では、バスク語で、良い草地を意味するロレイオンから派生したとする説もある。 ストラボンがその名を伝えた、コリス個人が、かつて、ラレドの地に暮らしていた。彼らは、アソン川両岸に定住していた。ラレドの町が初めて記されたのは968年で、ある。それ以前の757年に、修道士、フランシスコ・でベルガンサが著作の中で漁村の存在を、示していた。ラレドにあるサンタマリア・デル・プエルト・デ・サントーニャ、修道院の特許状大長によれば、 ダレドの地は、サントーニャ修道院のいくつかの所領とともに、ダレドのサンマルティン協会へ提供されていた。1200年、大管区の設置とともに、王立都市の特権を得た。同年に、アルフォンソ8世が署名した検証によれば、ダレドの領域は、アソン川川口とアグエラ川西の間の海岸にまで及んだ。検証需要は、ダレドにとって重要な意味を持っていた。 ダレドの船乗りたちは1248年のセビーリア征服に参加したことが証明されている。1295年、ダレドはマリスマス兄弟会の一員となった。1339年にダレドの戦団はタリファ遠征に参加。1375年にはラロシェル遠征勝利に貢献し、カスティーリアがタイブルフ兵貿易を再開させることになった。 15世紀に町に昇格し、引き続いて船を、そして船員を、商業、軍事、漁業のため提供した。これが、徐々に、ラレドのユダヤ人コミュニティを消滅させることになった。カトリック領王時代のラレドは、人口2000人が暮らす、輝かしい時期にあった。カトリック領王とその子孫たちは、カスティーリアに近い港のラレドを、よく利用した。女王フアナが、 フィリップ美皇の元へとぐ際や、カルロス一世がフランドルから上陸した際に立ち寄っている。19世紀半ば、缶詰製造と塩漬け業の製造という産業が導入された。また観光業が盛んになり、海水浴客が訪れるようになった。1960年代には、コスタ・エスメラルダの中心と紹介された。ありがとうございます。